そんな体で。来ないでって言ったのに、あなたって人は。まったく。何のために残してきたと思ってるんですの？でも、嬉しい。ソーガの気配を、かすかに感じる。間違いない。このビルこそが、魔外計画の中枢。同意ですわ。けど、ラジオ会館に何があるって言うんですの？わからないけど、悪影響を与える何かがあるはず。それを見つけ出して排除すれば、この現象も収まると思う。一刻も早く見つけないと。あ、姉様、周りを。くらー！お前たちをここから先には進ませねえ。囲まれてますわね。やっぱり私たちをラジオ会館に行かせたくないみたいですわ。ここは強行突破しかない。リン、任せてくださいですわ。Thank you.
きましたわ。あなたは大丈夫？ええ、大丈夫よ。腹手、それもすごい数。姉様、ここは私が引き受けますわ。でも、この数では。大丈夫ですわ。こんな雑魚、いくら増えても問題ありませんわ。姉様は、兄様のもとに。下僕、頼みますわ。姉様を守れなかったら、許しませんわよ。ありがとう、リン。でも、無茶はしないで。あなたは、私の大切な、たった一人の妹なんだから。姉様、その一言だけで十分ですわ。言ってください、姉様。そしてこの町を救ってくださいですわ。リンのファイナルライブ、始めるわよ。行きたい奴からかかってきなさい。ここが、魔外計画の中枢。ほう、よくここまで来れたな。歓迎はしないがね。そうが、まだ間に合う。今すぐこの馬鹿げた計画を中止して。馬鹿げたとは言葉が過ぎるな、雫。この装置は、八神の民が未来永劫を存続するために必要なもの。いわば、箱舟。まだ出力の調整が終わっていないが、完成の暁には、秋葉原に来る人間たちは、気づかぬうちにエネルギーを吸収されていくこととなる。緩やかに、そして永遠にな。そんなことをしたら、秋葉に人は来なくなる。廃墟になってしまう。この町から人々は簡単に逃れられんよ。人々の情熱を吸収し、肥大化していく。進化を続けているこの地から人は目をそらすことなどできはしない。どうして、どうして秋葉で騒ぎを起こす必要があったの？ここが魔外計画にとって理想的な街だということだよ。秋葉原は他の街とは違う種類の欲望が渦巻いている。違う種類の欲望？奪い、乱れ、騙す。本能に抗えずに発露する欲望は、浅ましく醜いものだ。しかし、ただれた欲望とは違い、秋葉原に集まる欲望は、ある意味純粋だった。アニメやゲーム、アイドルといった趣味に、我が身を捧げた殉教者たちが集う町。この町に育っていたのは、新しい神の形、それを敬う信仰心なのだよ。そんな、その証拠に
秋葉原に集う人間から吸い上げる生命エネルギーは良質なものだった。自分が信じる世界にミサオを立てる住民が集う処女性の高い町なのだ。ここは私はこのまがいとともにさらなる長き時を生きねばならない。それが私に課せられた使命なのだから。人々の信仰の対象は時代で変わる。それは仕方がないこと。だからといってその流れを無理やり、それが正しいことだというの。滅びが我々の運命というのなら、それを受け入れるべき。それはお前の考えだ。私のそれとは違う。別に否定するつもりはないさ。しかし、少年よ、君は何のために戦う？命を削ってまで戦う理由があるのかい？君にも覚悟があるというわけか。だが私にも信念がある。お互いに譲り合うことはできまい。ならば自らの力でねじ伏せろ、少年。そうが、援護するわ。腕を上げたな、雫。争いを嫌っていたお前がここまで力を見せるとは。よかろう。これも我々一族の試練というなら乗り越えてみせよう。そうが、これがあなたの本当の力。しかし、もう残された力はないはず。あと少し、力を貸して。ありがとう。勝ち取りましょう。この町の未来を。
まさか、こんな、いや、力で負けたのだ。私自身が淘汰される運命だったということだ。そうか。これが結末か。八神の未来、見ることは叶わない。しずく、このまま一族が、八神が夜の闇に帰ってしまっても、構わないわ。私たちは闇の住人でいる必要はない。この町は私たちを受け入れてくれる。少しずつでも、きっと彼のように。だが、私はもうその未来には、夜の闇に帰るしかないようだ。もうお前たちとも会うことはないだろう。そうか。少年、君はこの町の何が好きなんだ？なるほど。お別れだ、しずく。すまなかったな。リンにもすまないと。兄様、運命を変えたいならもっと別の方法もあったはずなのに。そうだ、あなた、体は？あなたの体調不良を引き起こしていたのはやっぱりこの装置だったみたいね。あなたが助かってよかった。ありがとう、力を貸してくれて。あなたが私の眷属でよかった。正面からそう言われると恥ずかしい。これで町は救われた。帰りましょう、みんなのところへ。ああ、魔害計画の混乱からもう一週間か。早いものですね。
けど不思議よね。あれだけの騒動があったにもかかわらず、ニュースはパッタリとやんじゃったしね。原因不明だらけでまともな報道にならないからでしょ。大資本製薬が何らかの圧力をかけたということはありませんの？さあ、もしそうだとしてももう私には関係ないけどね。ま、いいじゃねえか。とりあえず一件落着ということで。そういや、まがいもの騒動で誰か死んだっていう話は聞かねえな。正気を吸われて入院したやつはたくさんいたけど。まがいものになった人間も日の光で消滅した後、人間に戻って倒れてたらしいわ。もっともかなりの激痛とリハビリで社会復帰には時間が必要みたいだけど、まあそれは罰というか必要経費よね。ニーニが元気なら問題ない。まあ秋葉はなんとかなったが、問題は八神の方か。もともと八神の一族は土地神として人々に敬われ、信仰心を糧として生きてきた。だけど夜の闇が減り、自然の脅威も減った現代では、人々の信仰心は薄れ、八神の一族の力が弱まっていった。弱まった信仰心では子供を生み出すほどの生命エネルギーが作れなかったということかしら。それで子供が生まれなかった。ソーガは秋葉原に集まる人々の欲望を、信仰心を生命エネルギーへと直接転換しようとしていた。八神の里のみんなを、私やリンも、一族すべてを未来へと存続させるために。一族を存続させるため、私もニーニのためなら何でもしたと思う。ニーニがいなくなったら困る、すごく困るから。だけどまがい計画が失敗に終わったっつうことは、八神の存続はやっぱり難しいんだろ。滅びの運命が待っているというなら、私はそれを受け入れるまで。姉様、私は里に帰るわ。そこで一族と総我の魂を弔い続ける。あなたも眷属の義務なんて気にしないで、私と一緒に来る必要はないわ。姉様も秋葉に残りましょうよ。それは責任を感じてるの？もう決めたの。結果的に私たちの一族がこの町に迷惑をかけたことに変わりはない。その責任は誰かが取らなくてはいけない。姉様、明日ここを立ちます。そりゃまた急だね。用意があるから今日はこれで。しずくさん、本当に帰っちゃうのかな。あの口ぶりだと本気だろう。
寂しくなるな。リンちゃんは残るんだよね。リンちゃんまで帰っちゃったら寂しすぎるよ。私は今しばらく秋葉にとどまります。リンとしてこの町と向かい合っていくつもりですわ。姉様も私と一緒に残ればいいのに。明日さ、僕たちはモグラでしずくちゃんを見送るから、駅まではお前がついて行ってやれよ。え、なんで？みんなで行こうぜ。カイトさん、それはあまりに空気がリーディングできてませんよ。そうね、最後くらい二人だけの時間を過ごさせてあげたいわよね。ああ、理解したぜ。お世話になりました皆さん。いやー、なんだか名残惜しいな。困ったことがあったら遠慮なく連絡してね。力になるわよ。次はストプリスーパーデラックスを一緒に見ましょう。2階の部屋そのままにしておくからよ。いつでも戻ってきていいからな。姉様、しばしのお別れですわ。私もボンと正月には戻りますので。僕たちはここで見送るよ。駅まではそいつが荷物持つからさ。最後までこき使うといいですわ。姉様の眷属ですから。ありがとう皆さん。ここで過ごした日々はきっと一番の思い出。忘れない、みんなのこと。絶対に。さようなら。お世話になりました。荷物、ありがとう。この雑踏も、名残惜しい。最初は、騒がしい街だって思っていたけど。でも、この騒がしさは、人々の思いが溢れている証。秋葉が呼吸している。証なのね。私は、ずるい。多分、あなたは私を止めてくれるだろうと思ってた。そうすれば、里に帰らなくて済むかもと期待してた。本当は私だって、里には帰りたくない。だけど、八神の一族は、人々に迷惑をかけて、天津さえ私は、一族の希望をも奪ってしまった。宗我のやったことは、決して正しかったとは言えない。だけど、形はどうであれ、一族を存続させるための術を、私は立ってしまった。八神に連なる者として、その責任を負う必要があるのよ。さっきも言った通り、本当は帰りたくない。
みんなと一緒にいたい。この街を見ていたい。私はあなたの人生を変えてしまった。その罰も受けなくてはいけない。あなたから肌に感じる日差しの優しさを奪い、代わりに常人を超えた力と遥かに長い寿命を与えてしまった。人ならざる者に変えてしまったのよ。許してなんて言えない。八神にも曽我にも、そしてあなたにも。だけど私はこの街で生きたい。大切な人たちが住むこの街で。その上でまだ八神としての未来を開けるのなら、私はそれを探したいの。あなたは私の太陽。太陽の光は私たちの体を焦がす。でもあなたは違う。私の心を焦がしてしまう。大好き。もう離れたくない。大丈夫。何も言わなくても気持ちは伝わっているわ。あなたの胸の鼓動でずっと一緒にいましょう。そして私はあなたと一緒に見てみたい。これからの秋葉原を。
ちょっとだけいい？あのね、私ニーニに伝えたいことがあったんだ。きちんと言わなきゃって思ってたんだけど、事件でゴタゴタしてたし、言う機会がなかなか見つからなかったっていうか、なんだか恥ずかしかったっていうか。なんでもない。それで、私ニーニにお礼が言いたいの。ニーニありがとう。私が困っている時や悲しんでいる時、いつもニーニがそばにいてくれて私を救ってくれてるよね。ニーニは私の誇りで私の幸せそのものなんだよ。あのね、ニーニ、これからもずっとそばにいてくれる？ニーニ、すごく嬉しい。あのね、私も、私もニーニーがすごく大事。誰よりも大好きだよ。これからもずっとずっとそばにいてね。